ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。特戦隊、それは、軍隊において、自軍部隊を後方より監視し、自軍兵士が命令なしに勝手に戦闘から退却、敵前逃亡、あるいは降伏するような行動を取れば、攻撃を加え、強制的に戦闘を続行させる任務を持った部隊のことである。なんて恐ろしいシステムなの。他にも呼び方があるみたいで、障壁戦隊、バリア部隊、阻止部隊、退却防止部隊、警察部隊等があって、他国でいう、いわゆる憲兵のようなものだった。この部隊は実際に戦場において機能していたの。1942年6月28日から1943年2月2日に行われたスターリングラードの戦いにおいて、1942年9月14日、第62軍団第399ライフル師団ライフル連隊がドイツ軍の猛攻撃に対してパニックに陥り、自分たちの持ち場から逃走をしていたところを、まさか、厳格な軍事規律を維持し、いかなる手段によっても最前線の崩壊を防ぐべく、特戦隊の隊長であったエルマン中尉の命令により、その逃走部隊の頭の上に発砲をし、脅すことによって、その逃走部隊は止まり、2時間以内に自分たちの持ち場を取り戻したということだ。ドイツ軍にやられるか、特戦部隊にやられるか、この時は、軍レベルで各200人からなる特戦隊が3から5個編成された。最初にこの概念が生まれたのが1918年8月で、1939年11月30日から1940年3月13日の冬戦争の時にも使われていたみたいで、そして第二次世界大戦中に大規模に導入されたんだ。一体誰がこんなこと考えたのかしら。1941年9月12日、ヨシフ・スターリンは、南西戦線のライフル部隊でのパニック交代を抑制するための特戦部隊の創設に関する、スタッフ化指令第1919号を発行した。やっぱりあんたなのね。しかし、特戦隊による監視が最も厳しかったのは、懲罰部隊に対してだった。っていうことは、スターリングラードのような例もあるにはあるんだが、その時その場所で違っていたみたいで、前線から逃走をする通常部隊の兵士に対して、威嚇、取り押さえ、なんなら説得を試みたり、やっぱりそんな感じだったのね。特戦隊はライフルかピストルという軽装備だったのもあって、敵に戦線が突破されると真っ先に逃げていたとか。そりゃそうよね。マシンガン持ってる歩兵とか、戦車とかが攻めてきている時に、ライフルで持って数百メートルの距離から味方の援護なんかはしていたかもしれないけれども、まさか、射距離数十メートルのピストル一丁で、シティハンターか、だけれども、その通常部隊の兵士が懲罰部隊へと成り下がってしまう時があるんだ。それだけは、スターリングラードと降下さす、で、1942年8月1日から10月15日の間に取り押さえられた兵士の数は14万755人、そのうち13万1094人は元の部隊、または別の部隊へと送られ、3980人が逮捕され、逮捕者のうち、1189名は、銃丸隊によって亡き者にされ、2776名は懲罰中隊、185名は懲罰大隊送りとなったんだ。その懲罰なんたらって、一体何なの？懲罰大隊とは、階級を剥奪された士官によって編成され、懲罰中隊は下士官と兵で編成されたものなんだが、懲罰大隊は攻撃任務にのみ使用され、姿勢局面において常に逆襲用に投入されたとか、逆襲用って、なんておぞましいことなの。捕虜となっていたソ連兵、敵軍勢力下に取り残された、敵軍に包囲されたもの、ラーゲリ収容者や臆病な振る舞いをしたとされる士官や下士官なども懲罰部隊へと送られた。ラーゲリ、強制収容所のことだぜ。懲罰部隊にもいろいろあったの。第二次世界大戦中のソ連の従軍者総数3450万人中、1942年から独ソ戦の終わる1945年5月までに、約600個の懲罰部隊、総計で42万7910人にも上った。懲罰地雷処理部隊、ただでさえ短い懲罰大隊の歩兵と比べても短く、地雷原を歩いて突破しての、地雷除去、敵の強度を測定するために威力偵察としての突撃または囮囮部隊、公的な見解によると、地雷処理部隊の将兵は役立たずで、通常の戦力よりも消耗して問題ないものとして扱われていた。なんてことなの。空軍懲罰戦隊。懲罰戦隊のパイロットは、危険な地域を担当させられ、
通常は亡くなるまで出撃を割り当て続けられた。飛行勤務手当も支給されなかった。空軍懲罰戦隊の後方銃座などの銃手は、亡くなる確率が極めて高く、規則上は10回の生還の後に解放されるはずだったが、大抵はその前に、なんなの、地雷処理部隊に転属させられてしまった。そんな、懲罰歩兵大隊、懲罰歩兵中隊。配属期間はおよそ1ヶ月から3ヶ月、うち最長の3ヶ月を与えられるのは、原則として亡き者の判決を受けた人間に限られた。懲罰歩兵部隊に送られた者は、戦傷を負って、血で罪が浄化された。か、英雄的戦果を上げれば減刑や減隊復帰が認められた。復帰できることもあったのね。もっとも、復帰した後も、実際には反体制的人物であるとして疑われ続け、懲罰歩兵のうちには、戦車の車外に登場するタンクデサントの任務に回された者も多かった。内務人民委員部、NKVD、の記録によると、最初の懲罰大隊は、1942年8月22日、ドイツ軍がボルガ川に到達する直前にスターリングラード戦線に配置された。降格の上懲罰大隊へ送られた929人の将兵は、3日間の戦闘後にはわずか300人しか残らなかった。どれもこれも、言葉も出ないわ。懲罰大隊はどこに行ったとしても、敵の地雷や銃弾、砲弾で亡くなるまで進撃を続けなければならなかった。もし生き延びて目的を達成しても、彼らは再び集められて次の攻撃で用いられた。そして、これらの懲罰部隊を取り締まる特戦隊に、通常部隊を起用してもあまりうまくいかなかった。こんなこと誰もやりたがらないわよ。で、それじゃあ、一体誰が、スメル氏、第二次世界大戦の独ソ戦の最中の1943年4月19日に設立されたスターリン直属の傍聴部隊の通称、またの名を、特戦部隊、野戦政治警察部隊、そしてそれは、あの有名な KGB の前身にあたる、内務人民委員部、NKVD、の管理下にあった。懲罰部隊の戦闘時には、NKVD やスメル氏などの特戦隊が後方に配置され、そして、特戦隊員には元懲罰部隊兵士や、懲罰部隊送りを避けるために志願した兵も多かった。同じ懲罰仲間を裏切らせる形で、そして、懲罰部隊の指揮官や衛兵などの管理要員としては、通常の将兵が配属され、彼らは高給をもらい、その上特別な恩給も与えられた。金の力に物を言わせて、その代わり、非戦闘中も、衛兵中隊は NKVD やスメル氏に監督されながら厳重に懲罰兵の管理を行うという、危険で不愉快な任務をさせられていたんだ。1941年10月10日の国家安全保障委員会、NKVD チーフ、ノラ・ブレンチーベリアへの報告によると、戦争の開始以来、合計657,364人の退却、スパイ、裏切り者、扇動者、脱走を拘束し、そのうち 25,878人が逮捕され、12,001人は軍法会議により亡き者にされ、残りは現役に戻された。そして、開戦から終戦までは、99万人が逮捕され、42万人が強制収容所へ、44万人が投獄され、そのうちの15万、8000人が亡き者にされていて、ドイツの場合だと1万、3000から1万、5000人で、あのドイツと比べても、桁が違うわよ。資料によっては数字が違っていて、ドイツは約30万人の脱走兵がいて、そのうちの2万、2000から2万、4000人が亡き者にされ、ソ連が17万、5000人。やっぱり桁が違うままなのね。アメリカが162人、フランスが102人。どういうこと？イギリスはたったの40人なんだ。あの二国間の戦いが、どれだけ凄まじいものだったかってことが、この数字からも感じさせられるわ。ってことで、ご視聴ありがとうございました。